はい。今回は、えリタケ辞書の、えー、アパート階段崩壊という、まあ、ひどすぎる事故について、えー、まあ、ちょっと調べていきたいと思います。えー、気になる方、最後まで聞いていただければと思います。 あのリスナー様からあのまご意見をいただきまして、僕もあのちょっとだけねま見たんですけど、まニュースっていうか、まこのた武辞書のアパート事故っていうのは、まこれはひどいですよね、思ってる人いらっしゃると思いますが、これ、多分なん、事故ではなく、これ事件になってもおかしくないような、まそういうようなあの深刻事態ですね、人が亡くなってるんですよ、そういうようなことをちょっと、あのまあ、 調べて、えーまあ、ちょっと分かる限りなんでね、僕そんな、あの正直言って不動産とかわからない、建物とか詳しくないんで、ちょっとわからないところあるんですが、えー、調べて、ちょっと思うところをお伝えしていきたいと思いますので、えー、今回も、えー、よろしくお願いいたします。この乗竹辞書の,の、えー、アパート事故っていうのがですねニュースに、えー、なっていましたね。えー、階段が、ですねこの乗竹辞書っていうところのアパートの階段が、 まあ崩れて住んでいた五十八歳の女性がですねえこの、えーとまあ、事故でですね亡くなったんですよね、うん、本当にこれっていうのは非常にこう危ないですよね、うん、で、えー、一応ねまあいろんなことが言われていてもはっきりとってのはわからないんですがアパートのなんか階段が緩んでいた、えー、事故なのかっていうことが言われたりするんですが結構ここの段階にあの疑わし金があるんですよねいろんなものを調べるとあの階段の、えー、作り を見ると、まあ、鉄の階段なんですが、変なところに隙間が空いていたりとか、なんか穴みたいなのがあったりとかって、えー、いうようなことなんで、まあ言葉が悪いですが、手抜き工事をしていたんじゃないかっていう、そういったあの、えー、疑惑があるんですよ、で、えー、まあアパートには慎重に上り下りしてくださいっていう貼り紙が出てたっていうんですが、そ慎重に上り下りするとか、そういう問題ではないですからね、うん、本当に。 あの身長も何もね、そのさっきお伝えしましたが、なんていうんですか、うん、あの、うん、隙間が空いてる階段なんてね、慎重に降りてたってあの壊れそうじゃないですか、マジで。うん、でまあ、この おそらく皆様も思っていらっしゃると思うんですけど、この乗りたき辞書の、まず、あ、この外階段っていうのが危ないんじゃないかっていうこと。で、えー、もうちょっとですね、考えてい,いきますと、この乗りたき辞書の、えー、このですね、えー、アパートっていうのは、えー、この、ま、事故かな、えー、が起こったのはこれ早すぎるんですよね。うん、これが、えー、これがっていうか、ここも、えー、一つまあ問題っていうか注目、えー、されているっていうことです。 あの、この、のりたけ辞書の作った、えーアパ、アパートかな、建物っていうのは、まだ、えー、できて5年とか、まあ、10年、えー、ぐらいなもののが、この、えー、鉄の階段が、えー、崩壊した、壊れたっていうことなんですよ。あのー、もちろんね、その、さっきお伝えした、僕、その、専門家じゃないんで、申し訳ないんですけど、 まあ、はっきりとっていうのは分かりませんが、その不動産の建物とかっていうのは、そのなん30年とか40年ぐらいは、えー、持つみたいなんですよで、その30年とか40年とかは持つから大丈夫だから、でその間にもし劣化したら、えー、次の時にまあ建て替えるなり、まあ、なんなんり。えーまあ 保全っていうんですか。か修理をするっていうことなんですなんと5年から10年でこう鉄の階段が落っこちるって。まあないだろうなって、どれだけこう雑なこの作りになっていたかっていう。非常にこれ恐怖ですよね。で、このえ乗りたき辞書っていうのは？ あの八王子にですね他にもあの疑惑があるものがあったみたいで、八王子市がそれを指摘したんですよね、でまあ、東京、神奈川にもこの乗り焚辞書っていうのは、えー、166件ぐらい問題あ,あ,あの問題じゃなくて、えー、アパートがあるんですが、そのうちの中にも何か問題があるものはあるんじゃないかという懸念とか不安がまあ出ているということ。うんだ こういったことが起こると当たり前ですが、他のの乗け辞書のアパートもねこれってうのは危ないんじゃないかっていうのを思いますよね、1つっていうか2つっていうかいくつかのところでこの階段の、まあまあ、手抜き工事なのか、なんだかもわからないんですけどね、ね裏から見るとあの階段が錆びているって、普通だってまあリスナー様も思うでしょうが。 地区5年とかの、まあ、ところでね、階段が錆びるって、えー、多分ないですよね。ないんじゃないかと思うんですけど、僕も結構安いところに住んでますけど、そのことがないと、かな、ないと普通に、まあ、思うんですよ。で、やはりこの、乗り焚き辞書に住んでる他のね、あ,あの、住人の人でも非常に、あの、不安の声が出ていて、うん、あのー、ね、こ今回、この一人亡くなられてるんで、58歳の女性の方が、次はだってもしかしたら自分が階段を上り下りしてる時、 そういう事故にあるか分からないじゃないですか、非常にこれっていうのは恐怖ですよね、うん、でこの問題っていうのは、まあそのまあ、事故である、まあ、事件であるっていうのも、えー、もちろんあるんですが、まあ、事件とはまあ証明というか、まあ、できないような感じなのか分からないですが、5年とか10年ってのはおかしいし、まあ、皆さんも思うでしょうがあの、ね、人の命に関わるんでね、このアパートって、家に帰ってきてね、あの部屋に入ろうかと思ったときにね、そのなんか、 階段がね崩れて落ちるとかあ、ありえないじゃないですか、普通に、うん、本当に、あのそれしかも鉄の階段がね、えー、上がっていこうとしたら、えー、壊れるとか、その5年、10年のところで、だもう本当、まあ、僕はそのさっきお話ししたように、そんなになんていうのかな。 あの不動産とか建物に詳しくないんで、えー、ちょっと分かんないところもあって、まあ、申し訳ないんですが、一刻も早くこの原因を調べてもらいたいですね、この住んでらっしゃるあの方のためにも、まあ、今回はこの警視庁が、ね、調べて動いてるるていうことみたいなんで、もうこれ以上分からないんで、本当ここ、ね、警視庁に頑張ってもらいたいと、一刻も早くこの原因を追及してもらって、ねえー、こういう,もう事故が本当に、ね、起こらないことを、えー、もう切に、ね、願いますね。うん、ちょっとあの内容が 難しかったので僕、その、あんまり不動産の知識がないんで、えー、すいません、ちょっとわかる限り、えー、この、ノリタケ辞書の、まあ、賃貸アパートの、えー、階段崩壊っていう、えー、ま、事故、まあ、事件性もあることについてお伝えしてみましたということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございました。失礼いたします。